皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の布目です。今日は新しくこちらのあっと驚く小豆風味が出ます。小豆風味なんですけれども、冬限定のホットプロテインでお汁粉として出してるんですけれども、まあ、すごく人気でして、早い段階で完売するというふうにご好評いただいているんですけれども、冷たいバージョンでも美味しいんじゃないかということで今回作ってみました。それでは早速レビューの方やっていきたいと思います。こちらご購入いただきますと黒いスプーンがついてきますので、こちらを使っていきます。こちらのスプーンは1杯すり切りで入れていただきますと、プロテインによると 30g 粉がすくえて、タンパク質量としては 20g 以上摂ることができます。でお水はですね、 150ml から 300ml の間で入れて溶かして飲んでいただければと思います。お好みによって水の量を調整していただいて、濃いのが好きな方は少なめ、ちょっと薄めがいいという方は多めに入れていただければと思います。私はいつも 200ml のお水で飲んでるので、今日も 200ml で溶かしていきたいと思います。色はまあクリーム色ですね。匂いは練乳っぽい匂いと小豆の匂いが混ざった匂いがします。味がイメージできる感じの匂いがしてますね。それでは早速作っていきたいと思います。黒スプーンすり切り1杯、泡立ちはすごく少ないですね。ダマもありません。あ、水に溶かすとさっきのパウダーの時の匂いがより濃くなって、小豆の香ばしいような匂いがしますね。美味しいです。原料にね、小豆粉末使ってるので、小豆の粉末がわずかに見えますね。小豆の味もしっかりしてますし、練乳感が強いミルクの味が感じられて、満たされるぐらいの甘さもちゃんとありますし、小豆感も感じられてすごく美味しいと思います。練乳が入ってるミルクのおまんじゅうのようなアイスの中に小豆が入ってる、そういうすごくそれに近い味がしますね。ホットプロテインの方はもう本当にお汁粉っていう小豆の味をすごく感じるんですけれども、こっちは小豆の味も感じるんですけど、練乳のミルク感っていうのも同時にすごく感じられる仕上がりになってると思います。私は個人的にすごく小豆のアイスとかいろんな種類買って食べててハマってるんですけど、味近くて満足できますね。なので本当にこのまま凍らして食べたらアイスとして食べれるクオリティだと思います。スイーツにもすごい使いやすいんじゃないかなと思います。こちらの星の評価をつけたいと思います。甘さが星4、酸味は0です。すっきり感も0、クリーミー感が3になります。栄養成分の方が1食で 29g あたり、エネルギーが 114.5kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.0g、 炭水化物が 5.0g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C41.1mg、 ビタミン B6.1mg になります。まあ、いつもの B レジェンドシリーズとまあ同じスペックでお飲みいただくことができるかと思います。動画概要欄に URL が貼ってありますので、ぜひそこからチェックしてみてください。ぜひこちらのあっと驚く小豆風味をですね、まあ、お汁粉好きの方にもおすすめですし、小豆のアイス好きの方にもおすすめですし、スイーツ好きの方に本当におすすめできる商品となっておりますので、ぜひ試していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。